RKB 毎日放送、RKB 毎日放送株式会社、RKB 毎日放送、RKB 毎日ブロードキャスティングコーポレーションは、福岡県を放送対象地域とした、中波放送、AM 放送事業とテレビジョン放送時を、兼営している、特定地上機関放送事業者である。旧法人時代の陶器上の称号は、 RKB 毎日放送株式会社だったが2009年平成21年に変更した。テレビ放送は JNN 系列で G ガイドの番組データの配信を行っている。かつては民放テレビ局は FNN、FNS 系列局のみの佐賀県にもアナログ G ガイドの番組データの配信を対応していた。コールサインはジョフ TV リモコンキー ID は アナログ親局の 4CH から4。ラジオ放送については RKB ラジオを参照。ネットワークはテレビ JNBN、ラジオ JRN に加盟。略称の RKB は1951年、昭和26年の開局当初ラジオ九州、ラジオ九州ブロードキャスティングという曲名だったことに由来する。その後、北九州市にあった 西部毎日テレビジョン放送と合併した際に略称 RKB を継承して今日の曲名となった。ロゴマークについてはテレビラジオで独自のものを導入する時期もあったが2007年7月からは会社とテレビのロゴは RKB に変更している。夜間における緊急事態発生に備え曲穴一人と制作、技術、 報道部門のスタッフ数人が局に毎日交代で泊まり込む宿直勤務制度を実施している。テレビのニュース名称、開局から1975年3月30日までは、RKB 毎日、ニュース JNN、同年3月31日からは JNN ニュースである。ローカルニュースの名称も、RKB ニュースワイドから現在放送中の共感、 ニュースと受け継いでいる。ラジオのニュース名称、かつては RKB 毎日ニュースという名称だったが、現在は RKB ラジオニュースと RKB ヘッドラインという二つの名称を交互に使用している。韓国の独立系放送局だった経費都市キョン・イ・ウン放送、イン・チョン・コウ・イキと姉妹提携関係を結んでいたが、同局が 赤字経営から2005年1月1日に廃局となり、提携関係も消滅した。2010年より、J リーグギラバンツ北九州リーグ公式戦の公式試合映像の制作を J リーグメディアプロモーションから、またその映像を使用したスカバー。J リーグ中継の番組制作をスカバー。からそぞれ、受託、実況は原則、RKB のスポーツ担当アナウンサーを派遣している。 当局のテレビにおいては2017年4月の改編以降、早時、朝ちゃん、ビビッド、共感モーニング、昼帯、共感テレビ、N スタと生放送番組が平日の午前5時から午後7時まで14時間連続して放送されている。それまでは午前10時台がドラマの再放送や通販番組などに当てられていたため、平日の午前11時から午後7時まで生、 放送番組が連続していた。昼前から夕方にかけて生放送が連続する。事例としては、同じ JNN 系列の MBS や、NNN 系列の STV や RABMMT、SDT キロトン NNN 系列で RKB と、同じく、福岡県を放送エリアとする、FBS なども同様。かつて JNN 系列では OBS も同様であったが、 現在は午後2時台に再放送枠がある。2016年4月1日に、西日本の民放では初めてで、全国の民放では7番目となる、認定放送持ち株会社に移行、旧法人の RKB 毎日放送株式会社は、称号を、株式会社 RKB 毎日ホールディングスに変更し、経営管理、不動産事業を除く、原業全般、放送、 文化事業などを2015年9月29日に分割準備会社として設立された RKB 毎日分割準備株式会社2016年4月1日に新法人の RKB 毎日放送株式社に称号変更が承継 TBS 系列の放送局を子会社に持つ放送持ち株会社では東京放送ホールディングス TBSHD 中部日本放送、CBC に次いで3番目で、在京キー局を除く、地方局としては CBC に次いで2番目となるが、TBS や CBC で行った、テレビ放送部門とラジオ放送部門の、文社独立化は行わない。RKB では、以下の6冊を発行している、2011年12月時点。主な曲名と、周波数、または、チャンネル、 コールサイン及び出力。RKB ラジオ基本データを参照。リモコンキー ID は4。福岡アナログ親局の 4CH から由来している。JNN 系列純キー局の大阪 MBS も同様の理由で4が使われる。この影響で本来は4が割り当てられるはずだった。NNN、NNS 系列の FBS は STV と同じく。 こが割り当てられた。MBSRKB 以外の JNN 系列局のリモコンキー ID は HBCTBC、MBC が1、RCC タイズ NBCRKKOBS、RBC が3、CBC が5、その他16局は TBS、キー局 IBCMRO のアナログ総チャンネルと同じ6が使用される。在福民放で6は 2011年7月24日、定波時点。以下のケーブルテレビでは、RKB テレビが再送信されている。なお地上デジタル放送は、日本民間放送連盟が区域外再放送を禁止しており、デジタル放送再送新特例地域以外への、 再送信は原則不可出るとされていた。2011年7月24日のテレビ放送のデジタル転換により、地元に TBS 系のねがある地域を中心に順次再送信が取りやめられることになっていた。佐賀県はデジタル放送再送信特例地域として位置づけられ、地元に TBS 系列もなく民放も一社しかないため、RKB 側が 地上デジタル放送においての区域外再放送に同意した。大分県の場合は、オクト o c n c t b c t s が2007年4月に大臣裁定を申請して、同年8月に再送信許可が総務大臣から出されて9月より再送信を実施。2008年7月には RKB 側も再送信に同意していが、 2015年2月2日に CTV が再放送継続協議が整わず再送信を終了。残る3局も同じ理由で2016年3月31日に再送信を終了した。KCV と文後高田の場合は大臣採点が出されず RKB 側も地元局も再送信を容認している。山口県のケーブルネット下関についてはもともとアナログ時代から 同社の配信エリアに電波が届いており、一部地域を除くデジタル化後も再送信を継続。しかし同県内の他のケーブルテレビ局、山口ケーブルビジョンなどではデジタル化に伴い再送信が打ち切られた。長崎県では地域によって対応が分かれ、右与曲折を経て有明海沿岸、壱岐、津島の各業者が再送信を実施している。 特例地域徳島県、佐賀県太島デジタル派再総新実施局。デジタル TV は、福岡、関門、久留米、大無田は開局当初は当面定格の1%から10%の出力で放送。福岡局は、久留米局の開始とともに、定格出力となった、胸方は試験放送中に、アナログ放送に障害が発生したため試験途中から、2ワットに、原力、開局で、 フルパワーとなった。行くはしは当初からフルパワーで放送。デジタルのみ画面右上に RKB のウォーターマークが出る2007年6月までは RKB の表示だった。CM 中は消去するがネット受け番組は CM 開始の1秒前から消去する。RKB 毎日放送の社屋の隣には FNN FNS 系列のテレビ西日本の社屋がある。基本的には24時間放送だが、不定期で、放送機器のメンテナンスのため放送を休止することがある。かつては毎年8月から9月にかけて、土日深夜のニュースバードを休止して、メンテナンスを行うことあった。現在放送中の番組や過去に放送した番組、ネット番組などは、RKB ラジオ番組を参照。 ふとじの番組は、JNN 西部ブロック、九州、沖縄、山口各県向けの番組として、RKB を機関局とする共同制作。他、イコール KBC から移行イコール TNC から移行 UHF アニメのみ、TBSMBS など、JNN 系列のアニメに関しては、TBS 系アニメを参照。報道制作センターアナウンス部所属。 は、福岡県出身。若手アナウンサーの井口、辻以外の全員がアナウンススクール講師兼務。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。